政治将校、政治将校、政治将校とは、主に一党独裁国家において、政府及び一体となる党が軍隊を統制するために、各部隊に派遣した将校のことを指す。政府の政治原則を逸脱する命令を発する、軍司令官を罷免する権限を有していることもある。軍とは全く異なる指揮系統に属し、プロパガンダ、防御用、 半島思想の取り締まりを担う軍隊内の政治指導を任務とし、抗議のシビリアンコントロールである。なお、政治士官、コミッサール、イラクバース等のように体制派寄りの非軍人、文官官僚があった例もある。または、軍隊以外の組織に置かれるものを含めて、政治委員、ポリトルーク、政治指導員、政治指導官と呼ばれる場合もある。政治将校の制度は、ロシア革命時に、 ウラジミール・レーニンが考案したことが始まりとされる。成立当初の赤軍には正規の専門的な軍事教育を受けた者はほとんど存在せず、武装された労働者の革命軍から革命を防衛するための国軍へと再編成するのが急務であった。革命政権は旧ロシア帝国軍の将校を軍事専門家として部隊に配置することとしたが、敵階級であり、 ブルジョワでもある将校たちには新政権に協力する意思などほとんどなかったため職務放棄が相次いだ。レフトロツキーは例人による帝国軍人の処刑を止めさせてノウハウを受け継ぐために、そして代わりに軍人を監視する目的で政治将校制度を創設することを進言し採用されたアラン・ブロック、ヒトラーとスターリン。その結果、1 9 1八年四月に 最高軍事会議直属のコミッサール、政治委員が全軍に配置された。政治委員は、部隊の命令に復所する権限が与えられ、政治委員の復所のない命令には、部隊は復従してはならないこととされた。また、将校の公明を抑えるため、射殺を含めあらゆる手段によって、反革命分子に対して非常に対処する権限を、有するとトロツキーによって宣言された。本来、 政治委員の職務は、軍内部のプロパガンダと政治的忠誠心の保持であり、作戦を司る将校とは、権限や指揮系統が完全に分離されていた。しかし、政治委員は、革命権限の名のもとに将校を圧倒し、頻繁に、作戦事項に介入して、混乱を招いた、二元統帥問題。こうした事態を受けて1931年に、 一旦政治委員制度は廃止された。しかし共産党が軍隊を監視の目から解放したわけではなく、軍内部のプロパガンダ活動は指揮官政治補佐へと引き継がれた。これが、いわゆる政治将校である。しかし、赤軍内部の大粛清が行われると、減少した党員将校を補完する目的で、すぐに政治委員制度へと復帰した。 しかしそれにより二元統水問題も再発し、それがさらに粛清に拍車をかけたことによって、実践経験、実務能力のある将校や可視館が大幅に減少したことと重なり、第二次世界大戦における赤軍の指揮作戦能力、兵器運用能力の低下と所詮の大損害の一因となった。戦後ソビエトの指導者となったに聞いたフルシチョフ、レオニード・ブレジフなどは、 大戦時代、政治委員として、拉致腕を振るっていた。敵国だったドイツ国防軍最高司令部は、政治委員を一般捕虜から隔離して処分すべしとの、いわゆるコミッサール司令を出していた。また、作戦が失敗すると、政治委員は、味方上層部からも強く責任を追求され、処刑される者もいた。そのため、自身も、非常に、不安定かつ危険な境遇に置かれた。 政治委員は、しばしば部隊に無理な作戦行動を敷いて、多大な犠牲を出すこともよく見られた。その後、戦争の危機が去ると、政治委員制度は再び発止され、政治昇降制度が復活した。同じ頃、赤軍は、正式に、ソ連の国軍たる、ソビエト連邦軍に移行し、レーニン時代からの懸案であった、革命軍の再編成は、名実ともに達成された。結局は、 ソビエト連邦の崩壊まで、ソビエト軍には政治担当部署が存続したが、ソ連崩壊後、もはや政治条項は無用の長物として、折からの経済危機もあって当然真っ先に削減の対象となった。しかし、新生ロシア連邦軍が予想外の苦戦を強いられた第一次チェチェン戦争後、状況は少し変わっていく。チェチェン紛争時、マスコミを巧みに利用した。 チェチェン人側のプロパガンダのため、ロシア軍内では、公明や脱走が相次ぎ、国民中に反戦運動が高まる等、沿線機運が蔓延した。そのため、軍当局は、兵士の心理戦防護と戦争の目的を宣伝する、必要性を痛感し、政治将校を復権させつつある。なお、政治将校は、監視や作戦への介入だけではなく、時に、 将兵のカウンセリングや読み書きの教育なども言っている。また、正規将校の腐敗や応募に対する内部告発の窓口的役割も兼ねており、権力を分散させて、相互の抑制と均衡を図るという意味においても、その存在は全くの有害無益と言い切ることはできない。なお、正規将校では、向上的な業務の中で手を回すことができにく、将兵の指揮行用及び教育、 カウンセリングやプロパガンダを専門に司る上、政治商候選抜要件に、正規商候の教育と経験が条件とされていることから、戦後のソ連軍では、正規商候との圧力はなかった。中国人民解放軍では、公軍当初から、党の軍隊として組織された経緯から、一般軍人と政治委員の関係は良好であった。年の南朝以来、 軍には党代表が置かれていたが、1929年のにおいて、毛沢東の主導により政治委員に解消され、強力な政治委員制度が成立した。政治委員にはソビート軍同様に作戦命令に対する副所見が与えられた。さらに人民解放軍の特徴は、軍内部に共産党支部が設置され、この党支部が作戦事項を決定するとされたことである。 これにより共産党自身が作戦の立案をもを行うというソビエト軍をはるかに上回る大きな権力が党に与えられたのである。政治委員は軍内党支部の初期責任者を兼ねていたためソビエト軍では不正行為とされた作戦に対する政治委員の介入が公然と認められた。九百三十年の中国高能高軍政治委員工作残例において 政治委員の職権が明記され、政治面では単独で命令を発することができ、軍事面でも副所権が与えられるとともに、軍指揮官と対立した場合には、その命令を停止させることができた。しかし共産党の基本戦術が、中国全土に解放区を打ち立て支配する方式であったため、解放区を管理する各地の軍が、政治委員、軍委員会初期の支配下に置かれることになった。 これは、現在の中国の地方制度支配に連なっていくことになる。現在でも、政治将校は、部隊長の自席として、政治工作を担当し、第二橋ご隊や予備隊を指揮する職責にある。ベトナムでも、ベトナム人民軍が当初から、党の軍隊として組織され、また、党、軍創設初期に、中国の影響を強く受けたことから、 中国に準じた強力な権限を有する政治委員、政、異制度が設けられている。1943年11月22日、アドルフ・ヒトラーは、ドイツ国防軍に対するイデオロギー支配の強化が、戦局を展開するとして、国防軍部隊に、フォーを配置する制度を導入した。7月20日事件以降には海軍にも配置され、 ナチ党による国防軍支配が強化された。フォ法はナチ党の審査、承認を経た上で任命されたものの、国防軍の将校団から選抜された軍人であるという点で、他国の政治将校とは異なる存在であった。師団以上のレベルでは常勤の文法が指揮官に直属したのに対し、連隊、代替レベルでは一般将校が本来業務と兼務。 中隊レベルでは指揮官が兼務する形を取った。1944年の年末時点で、無法となる教育を受けた将校は上級者で約1,100名、非常勤、兼務者で約4万7,000名を数えた。その他、小渓国時代の中華民国軍、革命後にイスラム主義国家となったイラン軍にも政治将校制度が存在している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。